ロペス4番手にオグライ、そして5番手サムローズが上がってきましたね。サムローズはね、本当にあのレースが速いのでね、スイッチが入るとトップグループで必ずレースこなせる実力があるので、はい、いい気になるかもしれませんね。今日さあ、ロペスが3つポイントがありました。まだオグライスクラップ現在はヘアピンです。チャントラ、ディクソン、ロペス、オグラ、ローズ、サラック、アコスタ、少し遅れ、7番手のポジションで今、バックストレート、ダウンヒルストレートです。チャンプロ側は早くも2番手少し引き離したという感じですが、ピストンがウェイトブレイキング、2つが90度、セカンドアンダーブリッジから、ヒルミソンが次のランサーの35の続行ランナーが見えてきました。最終、立ち上がってオグラップが、オグスタートの3番手。